はいどうも、佐久間優吾でございます。早速本日も人生に役立つ情報を読み上げていくので共に学んでいきましょう。ということでですね、今日で人生を豊かにする習慣、こちらのカテゴリーは今日で最後のお題です。明日からまた新しいカテゴリーの中からお題を読み上げていきます。約1ヶ月間そのカテゴリーの中からよろしくお願いします。お付き合いのほど。はい、ということで本日のお題は人生は丸くなるための旅路である、こちらのお題を今から読んでいきます。川の上流では角のある石が多いのですが、海に近づく下流になるほど丸い石が多くなります。下流で流れる川には丸い石ころばかりです。下流へと流れている途中でたくさんの石同士がぶつかり、その度に少しずつ角が取れていくからです。ぶつかることでだんだんと角が取れ丸くなります。丸くなった分だけ次からはぶつかることが少なくなり、川の中では流れやすく進みやすくなります。世渡りがうまくなります。川は人生そのものです。10代は角のある石と同じです。大きくて鋭くて角があります。それは偉そうにふんぞり返りエゴの強い状態ということです。たくさんの人と喧嘩したり揉めたりぶつかることがしばしば。10代や20代は争いやいざこざの連続です。しかしそれは丸くなるために必要不可欠なことなのです。よくぶつかる人はそれだけ角がある証拠です。人より尖っているからぶつかることも多くなります。角のある人はことあるごとにたくさんぶつかるでしょう。神様が丸くなりましょうとたくさんの試練を与えてくれているのです。10代の人でもすでに丸い人がいます。そんな人は若くして争いやいざこざが少なく、人と喧嘩することはあまりありません。人と仲良く調和が取れています。角が多い人ほどぶつかることが多くなります。丸い人ほどぶつかることは少なくなります。しかし結局いずれは皆丸くなるのです。世の中うまくできているものです。高齢者ほど性格の丸い人ばかりです。若い時にたくさんぶつかって角が取れ、おかげで丸くなっていったものです。お年寄り同士では喧嘩がありません。性格が丸いですから腰が低くぶつかることがないのです。日本のことわざに実るほど頭の下がる稲穂かなという言葉があります。稲穂は成長して実るほど頭が垂れ下がります。年を取り成熟する人ほど謙虚な姿勢になるという丸い心を表現した言葉です。人生は丸くなるための旅路です。性格を丸くしていくことが人生における勉強であり試練です。川と同じようにたくさんぶつかって丸くなることそのものが勉強です。ぶつかってもいいのです。どんどんぶつかって早く丸くなりましょう。角を取って丸くなれば自然と腰が低くなり丁寧になります。地球も丸い、輪も丸い、丸い形には一つの角もありません。平和であり調和であり愛の表れなのです。今日の格言、丸くためにたくさんぶつかって角を取る。なるへそ、よく言いますよね。確かに昔やんちゃしてた人、今丸くなってる、年を取って丸くなってる人、腰が低くなってる人たくさんいますね。大人になった証拠なのかな。自分もイライラツンツン尖ってないで丸く優しい心を大事にしながら生きていきたいと思います。まあ俺は尖ってませんけどね、昔から丸い、転がってきそうだ。はい、ということで本日はこの辺で、ドロン。